投球を投げました。投球しました。センター返し、センターのライナー、センター前ワンバウンドしました。ヒット。バッターランナーは今一塁到達、一塁回ったところでストップです。ツーアウトランナー一塁、7本目のチームとしてのヒットが出ました。佐賀の有田工業、6回の裏、勝ち越しのランナーがツーアウトから出ました。最後勝負に行ったボールはちょっと高く浮いてしまいました。ボールですね。ただよく逃しませんでしたね、追い込まれてから。スライダーだったと思います。はい。さて時刻は今11時47分を過ぎたところです。この後11時50分からはニュース気象情報などをお伝えします。高校野球の放送は午後0時20分から再びお伝えします。2アウト1塁、初球ボール、ワンボールのストライクです。得点4対4、佐賀の有田工業の攻撃です。7番のピッチャー石本が左のバッターボックスに入っています。7番のピッチャー石本が左バッターボックスに入っています。石永が左バッターボックスに入っています。ワンボールワンストライクです。2球目が決まってストライク。2球目はインコースのスライダーが決まっていました。ワンボールワンストライクです。2アウトランナー1塁、得点同点。第3球投げました。打ち上げました。サード後方のフライです。ファウルグラウンドへ手を挙げています。サードの鎌地にボールが落ちてきて、サードの東坂取りました。アウト。最後はサード東坂、投球練習場付近でボールを取りました。3アウトです。6回を終わって4対4の同点。佐賀の有田工業は2アウトからヒットが出ましたが、得点ありませんでした。さあ、それではこれから守りにつきます。佐賀の有田工業のアルプスの様子を伝えてもらいましょう。福田康弘アナウンサーです。佐賀さんどうぞ。はい、こちらは赤く染まった一塁側の有田工業。およそ2000人が入っています。応援団長の岡崎優さんは2年生。3年生が全員ベンチに入っているため、1、2年生部員がアルプスから声を送ります。首には赤いスクールカラーのタオルが巻かれていまして、そこには白い文字でノーレイン、ノーレインボーと書かれています。今年の応援のテーマだそうで、雨が降らないと虹は出ない。試練があるからこそその先に成功があるという意味だそうです。岡崎さんは苦しい練習も乗り越えてきたので、ここで成果が出ると思う。甲子園100年の開幕戦を戦うメンバー、節目の試合で躍動してほしいと話してくれました。この競った展開、一歩前に出るべく一塁側から熱い声援を送ります。一塁側でした。一塁側、焼き物の町有田から来ている有田工業、その焼き物を焼き上げる真っ赤な炎のようなアルプス席の様子を伝えてもらいました。時刻は間もなく11時50分になります。この後11時50分からはニュース気象情報などをお伝えします。7回表の滋賀学園の攻撃です。得点4対4の同点。この回は3番ショート岩井から始まります。第1球を投げました。ストライク、低めに決まっています。時刻は間もなく11時50分になります。11時50分からはニュース気象情報などをお伝えします。